先ほどのちょっとおさらいしておきましょう。割り算をする手順は、一番初めに立てるでしたね。立てる。それができたら今度はかけましたね。かけるです。それができたら次は引くでしたね。引く。それから最後に今度は下ろすいう、残っているのを下ろすいうのがありましたね。この順番で繰り返していくとどんな割り算でもできます。で、この順序を覚えやすくするためにこう覚えておいてください。立てかけて、ここてと直しましょうか。立てかけて、引くを引きに直しますよ。引き、下ろすと覚えてください。立てかけて、引き下ろす。この手順通りにやるとどんな難しい割り算でもできます。さあ、これやってみましょうか。43,498割る478。この計算をするときにはパーッとこう見ていきますと、ほら、ここでだいたい4349の中に478があるなと分かりますね。その前だったら434ですからないことすぐ分かります。4349の中に478何回あるかな、ちょっと難しいね。こういうときには478はだいたい500と見てください。こちらは4349はだいたい4300だと見てください。どちらもお尻に0がついているから、ちょっとあなた消えてちょうだいって、ちょっとここを消しておきます。隠しておきます。43の中に5が何回あります？8回。そうですね。だから4349の中に478が8回あるだろうと、まず立てるんです。これが立てる、一番立てるですね。実際にこれでかけます。次かけてですから、はやってみますよ。葉っぱ646上がります。ちょっとここへ書いておきましょうか。葉っぱ646上がって、8756、56と6足して62、また6が上がりましたね。その次が8432、32と6足したら38。さあ、これで一遍引いてみましょう。ちょっと余分のを消しておきます。さあ、9-4、引く引く、ここはもう引かなくていいですね。あ、525も余ってますよ。ということはもう一遍割れるよ、まだ割れるよということですね。だから8回でなしに9回割れるよということです。だからこれを消しましょう。消します。そしてこのさっき計算したのも消しておきますよ。これは8回ではなかった。立てる数は9だなということはここでわかります。やってみますよ。くは72、く8でもよろしいが、くは72とも言ってもよろしい。くは72、7上がって、7、63、63と7足したら70、また7上がりましたね。9、36、36と7足すとほら43。いやー、ぴったり入りましたよ。うまく入りましたね。さあ、かけた。次に今度は引きです。引きましょう。9-2は7、4-0は4。あとはもう引かなくても0ですね。書かなくてよろしい。さあ、次に下ろすです。まだ残っているのが8があるから下ろしましょう。さあ、478の中に478が何回あるか立てましょう。1回ですね。さあ、次かけます。かけ。陰8が8、陰7が7、陰4が4。そして今度は引きます。
ゼロになりました。零になりました。もうおろす数はありません。そして答えはきれいに割り切れたよ、答えは91でしたよ、いうことでここへ91と書きます。もう一度おさらいしておきます。立てかけて引き下ろす、これが割り算をするときの一番大事な順番です。